テリー・アディスト・テレス・サバラスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ロングアイランド出身の俳優。表記はサバラスとも、両親ともにギリシャ系で、父はギリシャ料理レストランのオーナー。5人兄弟の2番目。コロンビア大学で心理学を専攻し、その後劇団を経て1959年に舞台デビュー。同じ年、アスナキ10代で映画にもデビュー。続く、 終身班ではアカデミー助演団優勝候補となった。特等がトレードマークで日本では特にテレビドラマ、刑事、コジャックの主演で有名。ダンディで殺走としたヒーローを演じ、お茶の間で親しまれた。70年代後半になるとその個性を逆手にとって強烈な悪役や不気味なキャラクターを演じた。1994年、バックファイヤー。でも、 健在ぶりを披露し元気な姿を見せていたが、すでに前立腺がんに侵されていた。1994年1月22日がんで死亡。72歳を打つ。親友は俳優のジョン・アニストンで、彼の娘で、テレビドラマ、フレンズに出演している女優のジェニファー・アニストンの名付け親でもある。サバラスは若い頃に不思議な体験をしていて、トークショーなどでよく話していた。 1957年2月27日にロングアイランドの田舎道を自動車で走っていた。彼は午前3時にガスケを起こしてしまった。近くの食堂でガソリンスタンドの場所を聞き、歩き始めるとヘッドライトを消した黒いキャデラックが止まり、若い男が妙な甲高い声で話しかけてきた。彼はスタンドまでサバラスを乗せてくれた上、小銭まで貸してくれた。 どうしてもこれを返したいというサバラスの頼みに男は髪切れにハリー・アガニスという名と住所、電話番号を書いてくれた。後日サバラスが電話をかけると彼の妻が出て困惑した様子でハリーは3年前に高校の同窓会に向かう途中事故でキャデラックが炎上し死んだと告げすすり泣いた。驚いたサバラスがアガニス家を訪ねると妻のジェーンは 髪切れの筆跡は夫に間違いなく、服装も埋葬時のものだと語った。ハリーは咽頭んの手術で声がかんだかくなっていたという。その後、サバラスは都合3回、アガニスを見たといい、2回目はゴルフ場に白い背広で現れた後、消えたと語っている。サバラスは私にもさっぱりわからない。この事件は一生忘れられない。 いつかこの謎が解ける時が来るのだろうかと実感している。青池康子の漫画作品、エロイカより愛を込めての登場人物、小熊のミーシャは、サバラスをモデルにしている。歌手としても活動しており、1974年には、ブレッドの、イフのカバーを全英チャートの位置に送り込んだ。日本語吹き替えについて、初期は、大平徹が、刑事、コジャック以降は、 森山修一郎が主に担当している。特に森山とは交流があり、テリー、ーと呼び合う中であったという。ありがとうございます。